こと、面白いこと、ゼロから作り上げる子どもたちのための冬のアイデアパーク。未知だからこそ未来は切り開かれる。壮大な街づくりへの挑戦が今幕を上げようとしているのである。あるある。しのくん、何考えてるんですか？いや、私ね、はい、花を見てるんですよ。花を？花を。またこれ、似合わないところにいますね。やっぱり、はい、こう、花、華やかさっていうんですかね、気持ちが、はい、スカーッとこう、はい、落ち着く。落ち着く。花が綺麗すぎてこう心が落ち着いてしまう。あ、そうです。これちょっとアップしちゃいましょうか。そうなんですよね。綺麗ですね、こちら。だから今回は、はい、私はちょっとこう気持ちが、はい、落ち着いてる日なんで、はい、そうですか。ちょっとあんまりこういつものように、はい、大きい声は、はい、出せない。あら、いつになくそんな出せない、はい、やっぱりこう、うん、気持ちがちょっとやはり花に癒されてしまって。そうなんですよね。いや、だからこういう花、はあ、花、はい、当麻町にある花を見て、うん、皆さんね、はい、本当に笑顔になってほしいんですよ。出ましたね、笑顔。そうなんです。皆さんのこの花を見ることによって皆さんの心にもポッと花が咲いて、皆さんの笑顔が見たいんです。しのくん、上がってきましたよ。どうですか、トーマチョー。来ましたね。いつもの感じ戻ってきましたよ。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。戻っちゃいましたね。すいません、ちょっといつもの感じに気持ちが高ぶってしまいました、ね、いや、ほんとこういうお花に囲まれた、そうなんです、何かこう華やかさっていうのはいいですね。だからこの、はい、我々が計画している、はい、うん、スノーパーク。お、スノーパーク、はい。スノーパークの中にもなんかこういった心の落ち着くような華やかなね、はい、ものを設置してできないかと。なるほど。こう花を見ながら考えたんですよ。なんかこうやっぱりイルミネーション的な、うん、やっぱり、うん、ロマンチックな、うん、ムードあるものを考えたんですけど、まあ、恋人たちが集うような。いや、さすがいいこと言いますね。はい、テズロさん、さすが。シシド君のさすがいいこと言いますね。こだわり、男女の愛。テーマは愛。あ、いいですね。戻ってきましたよ。元気になってきましたよ。愛ということでですね、なんかないかなってちょっと、はい、うん、どこか見に行ったりしたいんですけど、なかなかそういうのが、うん、になんかないかなと思って。そうですね、まあそういう、うん、そうそう、毎回毎回都合よくは、うん、はい、行かない。確かにもうちょっと、うん、そろそろネタがあ、ネタじゃないです、今までもじゃない、はい、毎回たまたま見つけたんですけど、はい、今回ばかりはさすがにちょっと、うん、うん、考えが及ばないところまで来てしまったんですよね。そうですか、いや、そうですね、なんとか当麻町の中でそういったものがあれば、あれば盛り上げていきますよね。そう、見たい見たい、なんかそういう話を聞きたい聞きたい見たい聞きたい歌いたい違う、間違った、ちょっと間違った、ちょっと時間もったいないんで恥ずかしくないや、そうですね、はい、今までうまくいってきましたけど、はい、そうですね、いや、さっきですね、なんかたまたま、はい、私なんか こんなものが、どうしました、ちしょくん。いや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 、さすが哲郎さん。いや、ありがとうございます。さすがですね。ありがとうございます。今今回も、はい、今回も仕込んじゃいました。いや、仕込んじゃいましたけど、ちょっとトラブル今発生しましたね。見てくださいよ、はい、これ、はい、お、なんでしょう、この、うわ、まるですごいじゃないですか、ディズニーランド、ディズニーランド、動物園、はい、もう2つの、はい、レジャースポットが、夢の国ですよ、こちらは夢の国。おー、こんなものが、はい、あるんですかと。いや、こういったものがぜひあるんであれば、はい、
まあ、ちょっとまあ見るなり、そうですね、話をちょっとお伺いしに行きたいなって思うんですけど、でもこれはあれじゃないですか、なんかそういうテーマパークだとか、なかなか近くにあるっちゅうことにはならないのかな、今回は。やっぱりこれはさすがに、ああ綺麗ですね、これ駒町内で、これはさすがにきついじゃないですか、華やか。おお、すごっ、えっ、ヨドさん、はい、見てください、これ偶然なんですけど、はい、花工房、はい、ヒロ、あ、これってもしかしてそうですね、こちら工場にある、はい、あの花屋さんの、あ、ヒロさんですかね、あのお城のような素敵な噂の、はい、トーマの城と言われている、そうですね本当に言われてますからねヒロさん、はい、ありますか、こちら出ちゃいましたね。いやこれあるんであればちょっと行きましょうか。お、ぜひぜひ行ってみましょうか。早速なんですけども、はい、で見てくださいよ、あそこに、はい、あちらに、あちらに、あちらに何ですか、何があるの、我々の愛車、お、名付けて白馬こちらですか。ちょっと今バックしてる車ありますけど、ありますね、愛車が、いやこう並ぶと、また一般の車と並ぶと高級感が漂ってますよ。こちらで行っちゃうんですか、地味ですね白で被ってますからね、あ、被って、いやでも素晴らしい愛車ですね、あれはね、ということで、行きますか、行ってみましょう、では行くぞ。あ、我々は、はい、今当麻町のメインストリートからですね、一本中道に入った、はい、閑静な小道を歩いておりますけども、はい、最後の、はい、静かな佇まい、そうですね、いいですね、当麻町、心が落ち着きます、静かな時間が、落ち着いてばっかり上げなきゃいけないのに、気持ちをどんどん上げてくださいよということで、これ見てください、はい、こちらも、こちらも白、うわー、真っ白、このすごいですよ、城のような建物、はい、ここが噂の、来ちゃいました、ヒロさん、はい、行きましたよ、見てください、花工房ヒロ、はい、ありがとうございますいや素敵ですね、華やかな、いや素晴らしいですよ、こちらハロウィンの時ですかね、今は、ほんと可愛らしい、可愛らしいかぼちゃも並べてあって、はい、気になっちゃいますね、気になりますね、行ってみたい、だんだんこう上がってきましたから、これ、お、もう入りたい中に入りたい、 いいですか、 その辺にしといてくださいえ、素敵ですね、なんかもうここに立ち入った時点でもうなんか落ち着いてる、そうですね、花、やっぱり花なんですよ、時代は、あ、こんにちは、こんにちは、どうも、こんにちは、お邪魔します、お兄さん、お兄さん、お兄さん、何をやってるんですか、かぼちゃを磨いてます、かぼちゃ磨き、あー似合いますね、お兄さん、爽やかな笑顔で、いやいい笑顔もらいましたね、あーもうイケメンがいるんですね、ここは、いやちょっと楽しみですね、いや入っちゃいますか、すごい、ちょっと待ってください、はい、うわーすごい、こちら本当に、おーいいですね、さすがゴージャス、トーマのお城、ゴージャスですね、そうですね、トーマにこんなゴージャスな城があったのかと、いやちょっと目を疑ってしまいますよ、こちら本当トーマ町でしょうか、トーマ町か、本当かい本当かい本当かよというぐらいの、あ、そうですね、印象を今我々は受けてますね、素敵ですね、本当に休憩所もあって、はい、今の時期はハロウィンですね、本当にいろんなものが、黄色いかぼちゃ、なんか黄色を見ると幸せになります、あら、ちょうど私もこれ黄色またこれやっぱり皆さんに幸せをお届けしたい、やっぱり日頃から考えてますから、皆さんに幸せをお届けするのが我々の仕事役場職員としてね、おー、ししろくん、ちょっと今私うるっときましたよ、たまにいいこと言いますからね、当たり前じゃないですか、皆さんに幸せを与えてはなんですか、それ続くとなんか嘘っぽいんでやめてくださいさっそく、はい、こちらお邪魔しちゃいますか、はい、行ってみましょう、